あ、早速入っていただいて、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんで画面からついてはい、じゃあ行きますかね。それでは皆様こんばんは。シマーク自由が丘店のミニミニミニインスタライブ、本日もよろしくお願いします。今日はまあいろいろ秋物、国内のブランド、国内今日はブラックな、ブラックな、なんかいろいろ選んでたらブラックなコーディネートになりましたけど、ブラックになってしまってやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。もうすでに今の時期のブラック素敵ですので、ぜひご覧ください。はい、こちらのオリジナルの早速サテンのワンピースですね。こちらカシクールタイプになります。本当もうこのサテンのツヤツヤの感じが本当ブラックなのに華やかですよね、うん、すごくしなやかな素材感で、でウエストもキュッと締まりますし、この、ね、分量の取り方、ね、スカートの分量感ですとか、お袖がちょっとふんわりとする感じですとか、うん、本当綺麗なんですよね。カフスのボタンもポイントですね。ここがそうなんですよ、今回ここが、うん、ボタンが可愛いんですよね。ねお花になってて、こだわりポイントです。可愛い感じになってます。ちょっと何気ないんですけどね黒シマークオリジナル、やっぱり絶品ですね。いいですよね、黒は黒って素敵ですよね。襟もきちっと立ちますしね、うん、そうですね、台襟もしっかりいつものように取っていて、ね、柔らかい感じなんですけども、うん、すごく襟もピシッと立って、素材感も着やすい感じですね、うん、すごいシルエット女性らしいんですけども、この襟の剣先の取り方とかがまた非常に効いてるので、ね、その感じスタイリッシュです。かっこいいんですよね、うん、いろんな巻き方ができますので、今ちょっとタランと垂らしただけなんですけども、うん、全然普通にオリボンに、ね、首元に巻いているのは一応まあ共布のベルトみたいな感じでウエストに巻いていただいて良いのですけれども、いろいろな巻き方ができるので、はい、ちょっとお好みで巻いていただいても楽しいと思います。やりましょうか、大丈夫です。薄げてますね。なんかちょっと画面が、ね、あれいなくなっちゃいましたけど、こんな感じで、はい、オリボンにしていただいてもなんかすごくいい感じですよね。由美子さん、とっても素敵、お似合いです。ありがとうございます。黒もやっぱり素敵ですね。黒は黒でいいですよね。ちょっと他の色もブルーとか、うん、ブランも素敵ですけどね。ライブで黒はまだ誰も着てなかったので極めて新鮮かも。いいですね、そうそう、黒は黒で、もう黒はもう王道にベーシックみたいな感じ で、ね、なんかそのせい逆に誰もライブで着てなかったみたいなね。そうですね、もう本当黒ですと割と本当王道な感じなんですけども、うん、やっぱりかっこいい、やっぱいいですよね、バッチ、本当この素材感がたま
まらなく素敵ですですねですね。これちょっとウエストポリゴンにしてみましょうか。うん、もうね、本当今だったら胸元開けた感じで、でちょっと首元ジャラジャラとつけていただければ。そうですね、うん、いただいてもいいですし、うん、いろいろな巻き方ができるのでいいですよね。ですね、うん、ちょっとまた首元もすっきりとした感じになるので、うん、また違ったちょっと雰囲気にもなっていいとは思います。こ、うん、んな感じですか ね、うん、で動いた時にやっぱ揺れが綺麗ですね。ちょっと歩くとこの揺れる感じがまたちょっと女性的な雰囲気ですごくいいと思います、うん、非常に綺麗です。綺麗ですよね。そんな感じです。はい、はい、お値段を置きましょうか。キャップかハットかぶってみてください。はい、もう黒ずくめ。黒ずくめですね、うん、黒なのに全然重たい雰囲気にはならないですね。もうそれは全然ですね、軽やかな、うん、女性的な感じですよね。すごくいいと思います。この生地の揺れ感に、ね、揺れ感が、うん、まあ、あと胸元の開き具合もある。もう全然重たくは見せないです ね、 ですね、はい、この感じはいいと思います、うん、はい、そんな感じですね。そんな感じですね、はい、では次、はい、お願いします。ハットをイメージしましたがキャップで面白いです ね、ハットの感じバッチリですけど、少しキャップで軽快な、特にユミコさん感じだと軽快な感じが強いですねで、あの無地のタイプが今着てた黒の色と、あとこちらのサテンのブラウンにブルーですね。こちらちょっとあの以前ご紹介したボタンのタイプにはなるんですけど、お色は全く一緒でございますね。とあとプリントのタイプはこちら、こっちはもっとサテンの光沢感が効いているちょっとプッチ柄のワンピースになりますね。これもね、なんか配色が独特、絶妙ですよね。じゃあグレーとピンクに、こちらは少し抑えめの生地の質感のちょっと幾何学なプリントのワンピースになります。こちら6色ですね。でお値段の方がこちらカシュクールのワンピースオリジナルです。今回こちらが 49,500 円で、ちなみに
こちらの先日ご紹介している羽毛体のタイプのワンピースは44,000円になります。こういうお袖のカフスのボタンのところをご紹介しましたけど、こういうカシュクールの止めるところ、こういうボタン、ちょっとドットボタンの感じもまたこれも綺麗なんですよね。一応先ほど首とウエストに巻いていた感じがこういう生地の形になっておりまして、まあ結構帯太くなっておりますので、リボンにした時のボリューム感とかも非常にまた綺麗なデザインになっております。いや、そんな感じですかね。はい、大丈夫ですか。こちらブランベールスプーディオのセットアップですね。パーカーとこちらも本当王道な感じなんですけども、やっぱりなんかどこか違う感じですよね、うん、いやもう全然、もう本当着ていただくともう本当かっこいい雰囲気なんですよね、うん、ウエストの紐が閉まってないですよね急ぎすぎね。左右あっこんな感じで、うん、ほんとこれ柔らかくて軽くて着心地もいいんですよ。この後ろの、うんね、そのテープの、ね、感じとか効いてますよね。ているラインが効いてますよね。なんかおしゃれなデザインなんですよね、うん、この襟というかこのフードもまたちょっと少し大きめの感じで、うん、そうですね、この大きさがなんかまたかっこいいんですよね、うん、で裏しっかり貼ってるのにフードが崩れないですし、はい、いいですよね、フードも貼られない、うん、おしゃれな着るだけでかっこいい雰囲気ですね。このブラックにこのホワイトがまた効いてて、うん、効いてます、おしゃれなんですよね。それぞれに裏がパイルの字になってて非常に肌当たりが良くて、ね、肌当たりもいいですしね、全部開けるとこんな感じで、もう気楽な感じで着るだけで、でもおしゃれ。なんかスポーティーなのに、うん、なんかおしゃれなんですよね。ちょっと軽快な感じでいいですよね。ですね、うん、でこちらのパンツもここが膝のところがちょっと異素材になってる感じで、ね、ちょっとニーパッチ、はい、これがまたいいですよね、うん、非常に履きやすいパンツになってます。こんな感じですかね。ダブルジップになってて、うん、で首元の感じもまた非常にちゃんと高さがあるの で、ね、そういう立体感が大事ですよね、綺麗に、いいですね、うん、この高さがあって非常になんか履きやすくてかっこいい感じですね。すごい動ける人感がありますね。そうなんですちょっと動ける感があって、ね、これをさっきグレーを着てみたら、うん、グレーじゃないねって却下されたのでだんだん黒になってだんだん黒になっちゃって、グレーじゃないんだと思ってグレーも可愛かったんですけどね、うん、黒になりました。こんな感じですかね。はい、ね、これにもやっぱりキャップとかハットの感じでバッチリですし、キャップこれもかぶってみます。
ちょっとストリートなサイズですけどね。ですね。このキャップは絶対に合いますね。うん。感じでいいと思います。はい、こんな感じでファスナー上げてきた感じがバッチリ合ってます。 ありがとうございます。いいですよ ね、 ね、やっぱりこの首元の作りがやっぱりポイントは気しますね、非常にすごくいい感じです。はい、こんな感じです。はい、はい、もう本当着るだけ形が綺麗少しお話に出たお色違いがこちらになりますね。グレーの、こちらの方は目白でライブだったりとか、僕はスカートでマネキン着せたりとかいろいろしておりましたが、またこれもね非常に綺麗で、で少し見えづらかったかもしれないですけど、こういう感じで裏地がパイルになっておりまして、これが柔らかくてでやっぱり張り付かないですし、当たり前ですけど、でサラッとしてもうなんかすぐ着られる、非常に使えるいい素材の、まあ、ジャージーなんですけれども、すごいファッション性の高いセットアップになります。こういうウエストのリボンの、こういうリボンの太さ具合とかもな、こういう細かいところなんですけど、それぞれ効いておりますね。で、今ブラックだけになってしまうんですけれども、こちらスカートタイプもございます。目白の方にグレーがあるかな。こちらも同じ素材になっておりまして、裏地もやっぱりパイルの生地になってて、このサイドラインとこの立体感のマチの取ったカーゴのポケットが特徴のスカートになります。このね、丈感とかも非常に、結構もう案外何にでも使っていただけます。これ単品でもういい感じに使えますね。で結構普段36号とか、あ、36号じゃない、36サイズ履いてらっしゃるような方でも、ここの普通このサイズってゆるって思うんですけれども、ウエストのドロストコードが効いてて、結構自然な感じで締まるので、普段36の方でも大丈夫ですし、まあ、40サイズ履いてらっしゃる方でも余裕で綺麗に履いていただけます。で背中がこういうデザインですね。でお値段の方、こちらスカートの方が 35,200 円、こちらのパンツのタイプも 35,200 円で、こちらのパーカーのタイプが48,400円になります。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、イラストはこちらですね。こちらですね。こちらが昨日ですかね、こちら入荷した、そうですね、ピッツォビアンコの、そうピッツォビアンコのクロップド丈のワイドパン、ワイドっていうか、まあ、セミワイドな感じですね、パンツになります。なんかこのパンツも可愛いんですよね、この丈ね、なんかブーツの感じでバッチリ、そうですね、この丈感は
ブーツとすごく相性がいいですね、うん、この丈感が。で割と本当きれいめに履いていただけるパンツなので、うでね、もう上はブランベールのニットなんですけれども、割ともうシンプルな、うん、シンプルな、上は半袖のブランベールのニットです。うんうん、こちらが欲しいのジャケットですね、うん。これまた使えますね。やっぱり形が綺麗ですね。ね。なんか可愛いんですよね、うん、グッドよく似合ってますありがとうございます。なんか可愛いんですよね。ね、もうこれシンプルに決めた方がそれぞれに生きるので。そうですね、いろいろねちょっと柄の入ったニットとか試したんですけど、やっぱりもうこのタートルの感じでですね、いろいろ、うん、バッチリ試してみたんですけどね、なんか一番シンプルな感じで、うん、収まってしまって、この感じが一番生きるかなって、うん、ですね、うん、ポケットのところのボタンの具合とか、あとお尻のところ、ウエストがちょっとデザインになってて見えない少し持ち上げた感じ、ここはちょっとウエストの下のところにこういうタック、ピンタックみたいな使いになってて、なんかちょっとしたことなんですけど、この斜めに入ってるラインがちょっとお尻の形綺麗に出してくれるような効果があるのかなと。素敵ってありがとうございます。本当なんかすっきりとしたラインなんですよね、うん、色もとっても上品な、うん、綺麗ななんかライトグレーですね、はい、でなんかタルンとして着やすい素材感なんですけど、なんか非常に綺麗めの、そうですね、なんか綺麗めな感じでいいですよね。綺麗めで気楽でみたいな、うん、なんか気楽でとても使いやすいパンツかと思います。ですね、着やすいです。着回しのことあると思います、うん。フォッシーのポンチョのコーデ素敵です。素敵ググググありがとうございます。いいですよね、これなんかいいですよね、このデザインが、うん、大きめのポケットなんかね、これ可愛いですね、デザインが可愛いんですよね、うん、で安易にあの丸首とかちっちゃい襟とかじゃなく、この大きく襟取ってるところがやっぱりいいなって、この襟の感じもいいですよね、うん、トータルしてこれなんか可愛い感じ、全体のバランス感非常にやっぱりいいです、このホッシーの。そうなんですね、本当なんかバランス取りやすいんですよね、うん、非常にいい感じのポンチョです、うん、良いです良いです良きですかクロプトパンツにブーツは絶対グッド、うん、ね、もうこれは間違いがないです ね、 いいですね、これからの時期は絶対にいいですよね、うん、もういい感じ、はい、だからなんかスニーカーにちょっとソックスとかね見せてあげてもいいかもしれないです。そうですね、もうブーツで完璧バッチリです。そろそろブーツで合わせていただいてもいい時期になってまいりましたね。ですね、はい、はい、でこちら最後になるので、あのパンツのお色違いとかご紹介を。こちらのパンツのお色違いだと黒になります、うん、黒は黒でっていいですね、黒はもっと黒ボタンで、うん、もう本当、はい、全部黒っていう感じです ね、 ですね、真っ黒でいいですよね。こちらのニットの方がチャコールですね。でこちらはここタートルのところがブラック、うん、なっててです ね、 ね、非常にこれも柔らかくて着やすい素材感ですね。素材はこちらウール100です。うん、はい、なんか裾のリブの大きさ具合とかもなんか効いてて、そうなんですよね、綺麗に収まりますよね。シンプルながらすごく綺麗なラインですね、うん、でも身頃はゆったりしてるので本当着やすい、そうですね、はい、
きやすい感じのニットです。あ、お姉さん言っちゃいますか。あ、そうです、今日のベストコーデですね。ありがとうございます。こちらの半袖のニットが、こちらが29,700円です。29,700円、ブランベールですね、はい、ブランベールですね。で、こちらのピッツビアンコ、はい、こちらのパンツが21,450円です。はい、21,450円。はい、フォッシーのジャケット、生地の良さ、デザインの良さ、押したての良さ、見るたびにじわじわくる。いいですよね、ほんとじわじわですよね。いいですよ、感じなんですよ、ほんとおすすめです。で、こちらのポンチョ、はい、こちらが61,600円です。61,600円ですね、はい、こんな感じですね。ほんとじわじわきますね。いいんですよ、いいんですよね、うん、とにかくすごくいいんですよ。ぜひぜひ、ね、まだお試し、もうお試しになってるかもしれないですけど、まだ試されてなかったらぜひぜひっていう感じですね。ぜひぜひって感じです。はい、そんな感じで、はい、じゃあそんな感じですね。はい、なんか国内ブランドとか思ってたら、いつの間にか全部黒グレーみたいなですね。黒からモノクロコーデで、ね、どっちをテーマにしようみたいな感じですけれどもね。させていただきました。はい、なんか今の時期のグレーとか黒とか、非常にまたちょっと新鮮におすすめな、まあ、色味って言ったらあれですけれども、まあ、それぞれ素材感とかデザイン非常に優れたもの多いですので、ぜひお試しください。はい、お試しください。次回が、明日のモッチーさんのライブがお休みとのことでしたので、月か水曜日、ちょっと待って、あ、いいのか、水曜日。水曜日。じゃあまた自由が丘のライブになりますので、はい、またどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、今晩もご視聴いただきありがとうございます。それではいきます、せーの、 This is the passion。 ありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。それでは失礼いたします。ジャケットいいですよね。